えー、2020年5月1日、えー、休校中の皆さんの勉強を応援するウェブ浅倉学校数学です、えー。本日は平方根その2ということで、えー、無理数と有理数と無理数という話をしていきたいと思います。それでは、私あの、講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉と申します。私の市議としての新型コロナ対策の船橋の関連の記事は、公式サイトのに載せてありますので、ご覧ください。 それではえ、中学生のカリキュラムですがえこういう流れでえ通常は学ぶんですがえここの部分が3月に、ま、学びがよくなっている部分で4月にここが本来学ぶべきところがやることができていないので私はこれを中心にフォローしていまして今ここまで来ました平方根の2回目ですで。私たちはコロナの危機の中で今休業ということになっているんですがある時、き3月の16日に思いついたこう式ですね。 コロナ苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せな数字7となるはずだろうということで頑張っていきましょうそれでは、えー、本日は昨日の復習なんですが平方根というのは2乗するとその数になるもの例えば4の平方根というのは 2, 2とマイナス2それぞれ2乗すると4になる数のことを4の平方根と言いましたでそのことを特にルートと示そうということですね 例えば2乗して2になる数はさっきの4みたいに割り切れることはないのでそれをルート2で表そうと2乗して2になる数のこと値のことということですでその昨日の話の導入の中で実は私たちの身近にある例えばこの a4 の紙こういう紙が実は1対ルート2の比率になってるんですがそれがなぜかというような話を ししままてて本日その話話をすする話になっておりますさて、それでは、こういうことなんですね、実は。えっと、えー、紙のサイズには A 番と B 番がありまして、ノートなんかは B 番ですね。ノートや教科書は B 番が多い。まあ、例えばこれは、まあ、これは教科書は B 番ですよね。で それに対して最近の,そのまあ役所の書類なんかでは A 番が多い形になっております。A 番についてちょっと説明していきたいと思うんですがで B 番も同じ原理です。ちょっとサイズが違うだけで同じ原理です。で実は A0 番というのが一番大きくてだんだんとあの小さくなると番号が大きくなっていくんですね。A0 番というのはよく模造紙として使われることもありましてあの模造紙の一種が A0 番です。で それをこう2つずつに切っていくと1個ずつ増えていくんですね。この A0 番を半分に切ったものが A1 番。で、さらにこれ,これが A1 番ですよね、これ。で、その後半分に切ったものが A2 番。で、これが A2 番ですよね、これ A2 番。A2 番を3分に切ったものが A3 番。で、それ半分に切ったものが A4 番。で、さらに半分に切ったものが A5 番。で、 さらにに半分に来たものが A6 と言いますでコピー用紙としては、まあ、A3 番という大きめなものと A4 番が有名でありますがさらに小さくなったやつがその英語版です。実は本というのは結構英語版が多いんですね。で私もこういう本を書いておりますけどこの本の,あの、まあえー、サイズというのは英語版が多いです。さてでこの 関係あでその英語版よりさらに小さな形になると A6 版という形になりましてえっと実はこれあのまあこれが英語版の本ですけどそれよりも小さいやつが文庫本ってやつがありますねこういうまあ中島みゆき全科集とかまあジョ,ジョの、えー、奇妙な冒険とかこういう私が好きな本がありますけどこれは実は これのちょうど半分なんですね A4 番の、まあ、比較的普通に見られる本のサイズのちょうど半分が文庫本になっております。ということで結構私たちの本の企画も A 番の企画が多いんです。さてそれで、えっと、これなんですが A0 番の半分の面積が A1 番。で A1、えー、番の半分の面積が A2 番ということなんですが、これこうさあの、縦横に切ってますので、じゃあ同じ方向に並べてみるとどうなるかというと、えー、この前に言ったように、これが1対ルート2なんですね。で、それがちょっとこういうふうに小さくなって A1 番、A2 番というふうになってきますで。で、この比率がどれくらいかということなんですが、えっと、ここ1で、これ、ルート2ですね。ルート2というのは、昨日言ったように、 1> 約1.414ということで、1.414ですね。で、そうすると、実は非常に面白い原理がありまして、えっと、この、これ、例えば A4 番と見なしてみてください。で、A4 番を2つに切るんですね、真ん中で。そうすると、1対ルート2、1対約1.4なはずなんですけど、それを2つに切って、向きを変えて、こういうふうに並べます。まあ、本で示すと、ちょうどこれですね。 これの半分をこう,こう取ってこうこう並べるとそうすると実は形が同じなんですね。えっと横長の形になります。で、その形になった時の辺の比率を考えてみたいんですがこれが。これが当初のやつは1対 √2 ですね。で、その1だったやつが今度向きを変えて横になり。ます。 さっき縦だった位が向きを変えて横になります。そして、ここのルート二が向きを変えて、なおかつ半分に切られたので、二分のルート二なんですねでそすですですで。そうすると、約一点四の二分の一ですから、零点七です。そうすると、実は一対一点四、約一点四。それで、今度は零点七対一ですで。それはだいたい同じ比率になって。 縦と横が1対、えー、1.4というのは、えー、縦横,比率あ横縦比率が1対1.4というのは横縦比率が0.7対0.4という比率になっていきます。で、えっと、それでなぜあのこの A 番とか B 番の1対ルート2の形の,あのものがよく好まれて使われているかというと実は、まあ、例えば こういうい1対2の長方形を作ったとしましょうでこれを真っ二つに切ったとしましょうそうすると確かに面積は半分になるんですが形が変わってきますじゃあ正方形の紙を作ったとしましょうでそれを真っ二つに切ったら形が変わってしまうんですねところがこれは1対ルート2という形で作ってるがゆえにここ真っ二つに切った時に向きを変えると形が同じ形なんですね と、まあ、ということでそもそもこのハンドリの時きにこうどんどん2つに切っていくと形が同じで大きさだけが小さくなっていくという形を作ったのがこの A, A, A 番や B 番の原理ですから、あのー、これがちょうどいいんですねで、えっと、よくコピー機に行くと、あのーまあ、コンビニとかでコピーすると拡大縮小というサイズが出てくると思うんですが、えー、実は、えー、A の a を a 3に拡大するときには1.41倍という表示が出てきます。で逆に A3 を A4 に縮小するときには0.71倍という表示が出てきますで。これはこういう原理なんですね。縦と横が1.4倍ずつになれば、ちょうどこれルート2を2回かけたと一緒なんで、面積が2と、ちょうど面積が倍になるところと。で、縦横が0.7ずつになれば、これはちょうど0.49で約0.5、ちょうど面積が半分になるということで、縮小コピーは。 えー、縦0.7で横0.7にして面積自身を半分にする原理です拡大コピーは、えー、縦1.4倍横1.4倍にしてあの、えー、面積自身を同じ形であの2倍にする原理ですはい実際今度コピー機に行ったら確かめてみてくださいこういうふうになってますねあのこれが私のすぐの近くのコンビニであの コピーした時の様子なんですが A3 を A4 にすると71%、0.71ですね。そして A4 を A3 にするときには1.41と141%ということでこ、これが実は私たちが身近で使っている紙のサイズの原理で、そこにルート2という数字が非常に便利なものとして使われているということを見ておいてください。これが昨日の話の続きですね。それでは本日 新しい話というか、まあ、本日も、あのー、基礎編で、えー、終わりますけど、あのー、発展的に経も話はもう少し後になります。で本日の基礎編は有理数と無理数という言葉を整理しておきたいんですね。で有理数は整数 m と整の整数 n を用いて分数で表せる数のことを有理数と言っていますで。例えば、まあ、分数そのものはこの定義通りで有理数なんですけど、例えば、 えっと、整数も1分の、例えばマイナス4だったら1分のマイナス4と書けますのでこれも実は分数と見なすことができるのでこれも有利数です。で、えっと、8分の1は定義からして有利数なんですけど、まあ、7分の1も定義からして有利数なんですがあの小数の場合はどうかということなんですけど、小数例えば0.23という小数は一見、分数に見えないんだけど実は100分の23ということなんですね。 それからもうちょっと長い小数、2.6549713だったら、これは1000万分の2654万9713というふうに表現できるんですね。きちんと分数重心法で分数に表現できますので、こういう途中で止まる、有限で止まる小数も有利数です。さて で問題、この無限小数、あの7分の1と最初から示されれば有利数と分かるんだけど、例えば、これが小数で示すと、7分の1は0.142857、142857、142857というふうに、無限に循環して続いていきます。で、この循環小数も実は、えー、こう同じ繰り返しパターン、142857が、 同じ繰り返しパターンがずっと何回も繰り返す形の,あの無限に続く小数の場合には実は分数で示すことができるんですね。ということで有理数になります。じゃあそれに対して無理数というのは、えー、と数字がどこまでにも続く無限小数で循環もしない非循環小数です。で、えー、例えばルートには1.4142136というふうにどんどん続きましてここの数に 循環すする規則性出てこないんですねそれから有名な円周率3.141592もこれずっと無限,な無限に数が続きなおかつ循環もしないんです。ということで非循環小数が実は分数で示すことができない、まあ、これ裏返して言うと分数で示すことができないということで分数で示すことができないものを無理数と言っております。それでは 本日はその特にこの循環小数というまあ考え方について最後に整理をしていきたいと思いますで循環小数というのはえ例えば0.333333 3というのもえ無限に繰り返すあの3を無限に繰り返してます。ね。同じパターンを繰り返していますでそれは実はこの記号で示すことができる繰り返す部分の上に点を打つんですねちょっっとさっきの やつで言うと例えば0.142857だったら142857の部分が繰り返されるのでここの繰り返される部分の両端の、えっと、数字の上に点を打つんですねでこれが無限小数の示し方なんですがその小数の示し方でいうと0.3というのは3だけを繰り返したので3の上に点を置きますでこの場合これを分数に直すためにはどうすればいいか、まあ、これは0.3333が10分の,あの3分の1だということは 感覚的にわかると思うんですが正式に計算するためにはどうすればいいかということですが、面白い計算の仕方があるんですね。これを10倍します。これを x として10倍します。そうすると0.3333ですから、この10倍すると3.3333 33になるはずです。で、そこから x を引くと、この小数点以下が全部きれいに消えてくれます、打ち消しあって。そうすると、この 10x から x から 9x ですね、9x イコール3となって計算していくと、3分の1という分数に直せます。 それから、一見非常に不規則に見える1.254、254、254、254と無限に繰り返す、えー、循環小数の場合には、254の部分が3桁だということに注目して、これ1桁だと繰り返しの部分が1回だけ同じ数字をあの1回ずつ繰り返すだと10かけるんですが、3桁ですね、で3桁ですから1000をかけます。でそうすると 1000、えー、かけると1254.254254になります。で、こちらはまた同じ x を引くんですね。そうすると1.254254になります。で、そうするとこ、ここの小数点以下がきれいに、えー、そのお互い消え合うんですね。で、そうすると、ここに整数だけが残りまして 1,、1254、53ですね。この1が引きますので。で、999になりますので、990分の1253になります。それでは1 7は分の 小学校の中で筆算で計算すると、これ多分小学生1回はやったことあると思うんですが、0.142857で、その後また1が出てきて、ずっと繰り返すパターンになります。さて、これはどうでしょうか。1、2、3、4、5、6ですね。6ですから100万をかけるんですね、6桁の。100万をかけます。で、100万をかけていきますと、 えこれ桁がこういうふうに上がりまして1.2857がえ100万かけてこの小数点以上に出てきてあとの繰り返し部分がこう,こうなんですね。でそれと x を並べるとこの無限に繰り返す小数部分が切り合うんです。でそうするとえまあこれ100万から x を引くので99万99 999x イコール142857になります。 でこれ計算すると実はこれきれいに7分の1なんですね電卓が近くにある人は一度142857を7倍してみてくださいそうするとぴったり99999 99 99になるんですねこれは非常に感動的一度やると当たり前だけど感動的なのでやっていただくとよろしいかなと思いますまあ、ちなみに私は銀河鉄道杉9が好きなんでこれは杉並が2つで出てくるんでその意味でもまあ、えー いい,いい数字だと思ってるのですが、えー、7分の1はこういう原理で、えー、計算できてこれがちょうどきれいに約分できて7分の1になるという形ですねはいえっとまああのルートの話っていうのはあの結構いろんな話がありまして面白い話がいっぱいありますので、えー、結構回数いつもより使うと思うんですがまあ身近な話からあの やがてだんだんと発展的な話にしておこうと思います。で本日はここまでにします。ご清聴ありがとうございました。